配信をご覧の皆さん、こんにちは。浦の星女学院スクールアイドル、アクアの黒沢ダイヤです。アクアの個別生配信、生配信を一人でやる機会というのは滅多にないので、正直緊張していますが、同時に楽しみでもあります。皆さんにも楽しんでいただけたら幸いですわ。今日はよろしくお願いいたします。なんですか、いきなり。かわいいなど、ありがとうございます。恐縮ですわ。私の配信内容はリアルタイム質疑応答ですわ。皆さん、私への質問や相談をコメントに書いてご投稿ください。どんなことでもお答えいたしますわ。最近ハマっているものは万年筆です。今は本番中ですわよ。リハーサルでのことはひとまず置いておいてください。先日家に母のご友人がいらっしゃったのですが、その方が使っていた万年筆を少し貸していただいたんです。チョコレートも好きですが、今熱が高まっているのは万年筆ですわ。先日家に母のご友人がいらっしゃったのですが、その方が使っていた万年筆を少し貸していただいたんです。滑らかな書き心地、ペン先が紙をこする手応え、かすかに鼻腔をくすぐるインクの香り、こんな素晴らしい筆記具と今まで無縁でいたなんて。いつか必ず自分だけの万年筆を手に入れます。軸の材質、ペン先の種類、それからインクにもこだわりたいですわ。それから寝具はきちんと自分に合ったものを選びましょう。どうぞ良い睡眠を。ええ、健康維持のためにも睡眠は重要ですから。こちらこそありがとうございます。あなたを救うことができてよかった。そしてそれを知ることができて嬉しいですわ。アクアは私にとっても救いです。仲間と夢を見て、それがついえて、けれどまた新しい形でよみがえった、再生の象徴なのです。希望は決して消えないのだと教えてくれた。アクアの活動を通して他の人にもそれを伝えたい、そう思いながら歌ってきました。だからありがとうございます。私もまたあなたの言葉に救われましたわ。あなたの言葉を胸に、私はこれからも歌い続けます。